神奈川連合代表の参議院議員福島瑞穂様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党参議院議員福島瑞穂です。私は神奈川県民、弁護士でもあるので、今日この山下公園でこんなにもたくさんの皆さんたちと戦争反対を訴えることを本当に嬉しく思っています。皆さん、今日の熱気を安倍内閣が統一自治体選挙の後に出してくる14本の一括法案、戦争法案を閣議決定を絶対にさせない、国会に出させない、その戦いに勝利していこうではありませんか。国民は違憲の法律を認めてはなりません。違憲の法律を閣議決定させてはなりません。国会は違憲の法律を成立させてはならないんです。4つ法案の中身が明らかになっています。1つ、集団的自衛権の行使、武力攻撃事態法や自衛隊法に書き込む審査要件。しかしこの審査要件が何の歯止めにもならないことも明らかになりました。他国を侵略、他国への攻撃であっても日本の存立にを覆す場合はできる。しかしホルムズ海峡の地雷除去ですら日本の経済に重大な影響を与えるので、できるとしたらほとんど全ての経済活動を侵害するかもしれない場合が起きれば、日本の政府はこの集団的自衛権の行使を行使するのではないでしょうか。集団的自衛権の行使はそもそも違憲ですし認められません。2つ目、後方支援という名のもとに米軍等と一体となって戦争する、このことも打ち出されようとしています。米軍等戦争支援恒久法です。恒久法が出てくる。そして今回総理は有志連合がシリアを空爆することについて武器弾薬をすぐそばで提供することはしない、そう言いました。でも私福島瑞穂、国会で質問しました。憲法上は可能か、総理は可能だと答えました。ということは名古屋高裁が違憲と断じた、密接に一体となって武器弾薬を提供すること、米兵を運ぶことは違憲である、イラク特措法にすら反している、このことを覆して一体となって後方支援という名のもとに戦争しようとしています。ドラえもんのどこでもドアを使って戦場で戦争をする、どこでもドアを使って、そして後方支援という名のもとに一体となって戦争する。皆さん、こんなことを許してはなりません。 PKO の武器緩和やそれから駆けつけ警護、違憲と言ってきたじゃないですか。それすらやろうとしている。一旦武力行使をすればそれからは戦争です。10年前、高藤さんたちが拘束された時、アルジャジーラなどに出ました。日本は平和国家だ、誰も殺していない、私たちは、彼女たちはあなたたちの味方だ、敵ではない、そう訴え、みんなが動いて彼女たちは解放されました。今回も後藤健二さん、お母さんと一緒にヨルダンの放送に出ました。日本は戦後誰も殺していない、私たちは平和国家だ、憲法9条を持っている、解放してくれ。残念ながら後藤健二さん、湯川さん殺されました。でも私は言いたい、皆さん、私たちは世界に向かって誰も殺していない、私たちは戦争しない、憲法9条を持っている国だ、そのことを誇らしく非軍事的手段で人々とつながる、そのことを言い続ける社会であり続けようではありませんか。だから皆さん、私たちは戦争法案国会に出させないために民主主義をフルに使って阻止していこうではありませんか。そのために全力を尽くすと申し上げ、私の心からの連帯の挨拶といたします。頑張りましょう。